この歴史的な一戦はノーカット実況解説付きでご覧ください。いきなり小林駆けだ。いやーこれやりましたね。いやローキックよーっと危ない。左のリードがかなり重いですね。もうジャブだけどずっと重いですね。全然効いてないよというような表情のテパリット。いやー小林仕掛ける仕掛けるローキック下から崩していきます。小林ガードしっかり固めながら前に出ていきます。テパリットちょっと焦っているか。王から崩していきます。顎動きませんね、パンチ当たってもね。佐藤選手、はい、これは小林選手でも一ついい作戦、非常にいいと思います、うん、このリズムですよね。小林選手攻め続ければいいと思います。左のフック顔面捉えています。テンプル捉えています。おっと危ないストレート。テンパリットいいアローキック重い。一発一発テンパリット重いですね。ですね。今肘も一つ落ちましたね。いや小林体沈み込ませるようにして右のミドルキック。いや下がりながらいやボディストレート左フック。いやパンチのジャブから今度アッパー。いやしかし張り手抜かしローキックスピードあります。重いしかもはい結果ない。ストレートローキックです。いや布施さんこれ、はい、いいんじゃないですか。いや本当にいい動きですね、どん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 前行ってますよ。これ周り出てますよね。完全に小林の方が仕掛けてますよね。はい、もうこのまま自分を信じていってほしいですね。ちょっとローブローありましたね。そうですね。ローキックです。いや佐藤選手ここまでテーパリットまだそんなに小林ひるむような攻撃ないですよね。いいですよ。どんどんどん出していってほしいですね。テーパリットはもうちょっと乱れてますから。あ、そうですか。はい、さあ残り時間1分切っています。左のリードジャブありましたがその後ないかぶせていくようなパンチ。小林の方が仕掛けています。前に出ています。左フックボディーローキック。いやいやこれ表情ちょっと焦ってるように見えます。左フック。いやーしかしテンパリットも左右のフックです。ストレートハイキック。小林小林のローキックです。インローです。30秒です。残り時間フックはテンポを捉えている。もう一つだ。ホップは欲しい。左ミドルからもう一つボディストレート。ボディフックです。ローしっかりカットしています。かなりテーパリットが深呼吸するシーンが増えてきましたね。そうですね、はい、ちょっと効きましたね、はい、あ今のはそうです。しかしバッケンロー。いやしかしうおーハンマーの上から落ちてきた。残り時間が少ない第1ラウンド。第1ラウンド終了です。いや小林勝ってます。今日も3回目の計量でようやく計量パスしたんですよね。ですからややスタミナになるかもしれませんね。なるほど、はい、1ラウンド完全に小林自分の戦いしています。そして作戦通りでしょう。対二大殿堂の一つラゼダムナンスタジアムのライト級の頂点に立っている男がパープルのトランクスを履いています。テーパニット。いやしかしスピードあります。布施さんなんとなく今のインターバルで戻してきているような気がしますよ ね, そうですね。これが上田のチャンピオンなんですかね。前に出ます。いや打ち合いだ。強烈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 。いやせん。いや小林倒れない。小林倒れない。いったね。あっと崩したバランス。これ小林戻ってますよね今。そうですね。いや小林のバッジも入っている。小林行け。ヒルムラ下がるな小林。テーパリット。すごいどつき合いだ。テーパリットも、ね、意地になってるんですよね。なるほど。膝で行かなきゃダメなんですけどね。体勢は小林縦に意地になっていました。肘いや返す。同じ攻撃返していきます。左フック効いてると。効いてると小林ちょっと危ないですね。あテーパリットカットだ。おい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 大のライト級王者を小林がカットさせました肘で。いや布施さんすごい瞬間がひょっとしたらやってくるかもしれませんね。ですね、はい、いや佐藤選手完全にこれテーパリットも小林選手の勢いに乗っちゃってますもんね、はい、乗せられてるんですよ、はい、
小林が肘出したらテーパリットも肘返してきました。その間の小林の肘がテーパリットの顔面を切り裂いた。試合は続けられそうです。さあ、ノラエルの牙は顔面を捉えるか。組んでからの攻撃はしかしないと強王者痛めです。うお、今小林その位置でターンするようにスピンするようにして肘狙っていました。パッチ、左の膝だったら何があるか分かりませんね。分かりませんね、はい。まあ、上ゴーって言われるんですけど、今乗っちゃうタイプなんですよね、テーパリットっていうのは、はい。いや、テーパリットを乗せる小林の攻撃、実況席まで血が飛び散っています。いや、佐藤選手でもここからが正念場ですね。そう、うん、ここからが体重ね組んできますから。そうです、ここからですよ。でも佐藤選手、本当にテーパリットってのは小林の攻撃に乗ってくる珍しい体重ですよね。リードしています。仕掛けています。小林、しかしこの組んでからの、いや、首相をしといてほしいですね。そうですね、後ろ来ましたよ。小林の後頭も切れていなければいいかというところですが、残り時間